ケンチです。今日はですね、難波駅の近くにある一人焼肉の店をご紹介させていただきます。で、場所なんですけども、難波駅からまあぐるっとこう回るとこちら、焼肉カスタムカルビセット100g 609円、税込み670円ですけども、これで十分というか、カルビ&ハラミ&ハネシタセット、こんだけボリュームがあって税込み1350円、特上和牛グラシタ、普段お高くて食べれない部位っていうんですかね、 150g 1850円、税込みで食べれるっていう、まあ、ご褒美の時はいいんでしょう。日常にほんの少しハッピーを。一人焼肉カスタムは食べたい時に食べたい量だけお好みのお肉をリーズナブルにお客様にお届けしますっていうところですよね。もう最近できたんでしょうか、あのランがいっぱい飾ってていいですね。結構こう広めの店内です。セルフレジですね。前の方にメニューのパッドっていうんですか、あとはこの濃厚味噌ダレ、あっさりコクうまダレ、レモンと岩塩あります。今回はまあお手頃セットっていう感じで注文しようかなと思ってますけども、こちらですね、あのコスパ最高ですよね。であとは他の見てみましょうかね。肉単品、これがあの好きな量好きなだけっていうところですよね。ウインナーありますよ、 50g ウインナー。サイドメニューカレーあるわ、わさびチーズとか、セットのカルビセットでいきますね。カルビセットカレーを追加と、ご飯の量は大盛りでいきましょうかね、決定で。それにドリンクをハイボール注文、これでいきます。注文しました。いや、めっちゃお腹空いてるんですよ。でカレーっていうのは楽しみですよね。で水の方はもうセルフ、まあ、いい感じの高さにあるというか、なんかすごくおしゃれな感じ、すごく清潔感がある中で焼肉を食べるっていうのは若者向けなのかなと思いますよね、こちらのお店。ハイボール来ました。いやいいですね。ではいただきます。でキムチですね、スープ、カルビ、ご飯、大盛りです。着火の方は AB 同時押して書いてあります。 A と B ですね、両方押すとつくということですけども、まあ、店員さんがつけていただきました。でお箸の場合はこちらの方にあると、お箸とお手拭きと爪楊枝が入ってます。サイドいただきます。結構こう太い分厚めですよね。で下味がされてますね。一人焼肉、ちまちまと食べる分だけを焼くという、もうぼちぼち焼けそうなので、濃厚味噌だれをいただきましょうか。濃厚味噌だれとこうさっぱりレモンでいこう。うん、この岩塩、ではいただきましょうか。ご飯いけるぐらい、そのままかけてもいいんじゃないかと思いますよね。じゃあちょっとご飯といただきましょうかね。ご飯にのせて、そんなにこう辛くない、ちょっと甘みがあって、旨みの強め、ご飯を進むと思う。いいですね。焼いてるのを見ながらカレーと、カレーいただきましょうか。すごくまったり甘系の強いカレーですかね。辛いのは苦手なんだけども、カレー好きな方は本当にいいかと思います。いやいいじゃんいいじゃん。この間にスープを、
すごくあっさり系のわかめスープです。焼肉の味を損なわないような味付け。次はちょっとレモン塩でいただきましょうかね。強弱をつけるっていうんですかね、味に、まあ、濃厚系ばっかりではちょっとね飽きてくるっていうのはないですか。あー、いい、うん、ちょっとあのキムチご飯、ご飯も美味しい。やはり焼肉イコール米が欲しくなるじゃないですか。まあそのご飯が美味しくなかったなっていうのも、まあそれは絶対あるので、ご飯もこだわりがあるかなと思います。つけて食べるのもいいですよ。ドリンクを注文しましょうかね。瓶ビールグラス1個と肉単品の、どうしようかな、悩むな。まあ豚バラ、豚バラ行こうかな。いや、ウインナーで、いきます。注文。好きな分を好きなだけ注文して、こういうスタイルはやっぱり一人焼肉ならではという。このスペースも一人焼肉用となってるから余計にいいですよね。ありがとうございます。ビンビール来ました。ウインナー来ましたね。アルビキウインナーですね。よっしゃ、もうもしもしこれいけるかな。トッピング、バウンドさせていただく。めっちゃお腹いっぱいになります。
ますよ。これは皆さんおすすめですよね。実際何を食べたいかっていうのはもうあなた次第。ではその最後と何もつけずに粗挽きとビール。お肉も食べてでお腹いっぱいになったと、でお酒も飲めたと、日常にほんの少しハッピーを、本当に今のハッピーです。めっちゃ豪遊したかって言ったらそうでもないですよ。普段外食でする金額よりかちょっとお酒飲んでるのでかかるかと思うんですけども、でも自分の欲を全て満たしてくれるっていう、これがね少しハッピー、私はねめっちゃハッピーですというところでこれで終了。最後はセルフレジにてお支払い。